スイスホテルザ・スタンフォードは1986年に開業したシンガポールの超高層ホテル。70階建て、高さ226メートル、1261室のホテルである。ウェスティン・スタンフォード・シンガポールとして1986年に開業。世界で最も高いホテルであった。設計は IMP。2002年1月、併設の ウェスティンプラザと共にラッフルズインターナショナルに売却され、参家のスイソテルホテルリゾーツのブランドとなり、スイソテルザスタンフォードとなった。ラッフルズインターナショナルが、フェアモントホテルズリゾーツに買収され、フェアモントラッフルズホテルズインターナショナルになると、ウェスティンプラザの方は、フェアモントシンガポールという名称に変わった。フェアモントシンガポールは26階建て、769室。 設計は同じく i m p である。スイスホテルザスタンフォード、フェアモントシンガポールの2つのホテルを中心にオフィスタワー、コンベンションセンター、ショッピングモールからなるラッフルズシティを形成している。この地にはシンガポール最初の学校であるラッフルズインスティテューションがあった。またラッフルズホテルに隣接している。最寄り駅はシティホール駅、ラッフルズシティ。右は フェアモントシンガポール、ありがとうございます。